オンザリッツで素敵なおもてなし沢口靖子です。今日はリッツパーティーの日よ。でもおかしいわ、お客さんが誰も来ない。もっと若者に流行ればいいんだけどね。そうだわ、若者の集まる街渋谷に行ってきましょう。ここが渋谷ね、人が多いわね。あら、あちらにこの前テレビ局でご一緒したエグザイルの皆さんがお揃いだわ。あのこの間はどうも、お疲れ様、お疲れ様、お疲れ様、沢口靖子です。人違い？おかしいわね。あら、あちらにもいらっしゃるじゃない。あちらにも、あちらにも、エグザイル、いつの間にこんなにメンバーが増えたのかしら。それにしてもあなたたちは色が黒いわね。墨でも塗っているのかしら。そうね、そんなあなたたちにぴったりなイカスミのリッツあげるわ。パーティーに来ない？あら、行っちゃったわ。あら、あちらにはお酒を飲んで顔が赤くなってる女の子がいるわ。ちょっとあなた、昼間からお酒飲んでるのね。そんなあなたにぴったりなウコンのリッツあげるわ。パーティーに来ない？あら、そういう流行りのメイクなの？おかしいわね。どうしてわざわざ酔っ払いみたいになる必要があるのかしら。あら、こちらの方は顔が汚れているわ。拭いてあげるわ。ガングロっていうの？聞いたことある、絶滅危惧種よね。そんなあなたにはね、焼きすぎて焦げたリッツあげるわ。パーティーに来ない？うるせえババア、ババア、ババア、どこかしらババアって。あら、行っちゃったわ。なかなかスカウトっていうのも難しいわね。へい、姉ちゃん、姉ちゃん、おかしいわね。私、あなたのような弟を持った覚えはないんだけど。なんなら私、姉ちゃんってより、あなたのお母さんぐらいだけどね。やかましいわ。そんなことよりね、これから私の家でリッツパーティーをやるの。よかったら来ない？へいよ、パーティーならクラブ行こうよ。へいよ、太平洋のことかしら。クラブ、クラブのことね。私は家庭科クラブだったわよ。そういえばあなた、ちょっとお洋服のサイズが大きいわね。お直ししようか？この服のサイズ、俺生かすナイス、この思い込めてボイスに乗せて。まあ、ユニークな言葉遊びね。私はね、いろんな具をリッツに乗せてパーティーしてるの、仲間ね。なんだか私、あなたの言葉遊び気に入ったわ。私もやってみるわ。イエーイ。あなた、リッツパーティーやってみない？やってる人をまるで見ない。リッツの未来はマジでない。販売中止ありえない。リッツパーティー、リッツアンザリッツ。正直、リッツパーティーって何が楽しいのかしら。気づいちゃったわ、リッツパーティーの真実。そりゃ流行らないわけだわ。